ランその8、ドキドキ樹海探検発動編。追いつかれるぞ。ちょっと匠、なんでこんな無人島にイノシシがいるのよ。そんなの俺に聞かれても知るか。匠、こういう時は閃光玉だ。閃光玉を投げて相手の動きを止めるんだ。アルカンナンバーワンゲームやりすぎだ。お前は匠、あんたこういうピンチにはなめっこなんでしょ。なんとかしてよ。なんとかって、やっつける。無茶言うな。マジ俺最強とか言うからだ。言ってねえよ。どうでもいいけど、私たちどこに向かって走ってるの。知らん、なんか適当に逃げてるだけだ。どうするのよ、みんなのところに戻れなくなっちゃったら。ヘイアンズブルだ。こんなこともあろうかと、これまで通ってきた道に俺が昔懐かしの筋肉マン消しゴムを落としておいた。おお、すごいぞ。やせ、たまには役に立つな。ほんと、まるで菊池じゃないみたい。ガッハッハッハ、よせ、やれるぜ。決まった。筋肉マンと間違えてフェニックスマンを落としてしまった。どうでもいいよ。バー、フェニックスマンは本命だよ。家に1個しかないんだよ。あー、拾ってくれ。ちょっと、今戻ったらイノシシに追いつかれちゃうわよ。くそ、こうなったら俺がおとりになる。みんなは先に逃げろ。そして、姉さんが大五郎を呼んできて。頑張ってね、匠。迷わず成仏しろよ。もう逃げてるし。くそ、お前ら覚えてろよ。匠、前前、おい匠、危ないって。何何言ってんだあいつら。匠、前に崖。止まれ。前に崖って、崖。